バスを使ってキャンプ場まで歩いていくミーです。去年ランタンハンガーを2本も壊してしまったので新しいタイプを購入しました。こうやってやるんだ。見て、ランタンハンガーの存在感がすごいので今度はぶつかって転んだりすることはなさそうです。中心部分だけ叩いても全然深くはまりません。ですが一旦立ててみましたがダメだったので外して4本の柱をカン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 します。ちょっとぐらつきますがライトがかかればいいので一旦昼寝します。といってももう5時近くです。夕方の5時、目の前を隣のサイトの人たちが通っていきます。1時間寝たら目がバキバキです。なんか体が熱いんだけど。寝起きなのになぜか体温高くて自分でも驚きましたが原因不明です。フェザースティック作ってますがうなりながらやってます。5度なので気温はまあまあです。薪自体は広葉樹なのでバトニングはしないです。一旦座るとあまり立ちたくないですがライトの位置を少し下げたいので立ちました。めんどくさがり屋です。隙がない。ライトだけだ。薪から泡出てんだけど、どうした？水分かな？これは水分というのかな？海みたいなのが出てるんだけど。お家でポテトを切ってきたのでそれを茹でます。はい。うわ、開いて、穴開いてる。お魚の煮付けがどうしても食べたくてキャンプ場ではあまり作らないタイの煮付け作っていきます。臭みを取るために生姜を入れます。ざっくり。お家から持ってきたお汁、お水もほどほどに入れて煮詰めます。お湯が沸いたのでポテト丼、感覚で良いと思うまで煮詰めていきます。待っている間にポテトつぶしです。長いので4倍速。ビーフジャーキー入れます。歯が折れそうなくらいの勢いでした。煙を避けながらジャーキーをちぎって塩コショウをつけます。パセリ見つからない。使う分だけラップに包んできたマスタード、見たことないぐらい険しい顔でラップから剥がします。マヨネーズかき混ぜる気あんのかっていうスプーンの使い方ですがこの後ちゃんとかき混ぜました。ちょっと味が足りないですが、そんな時もあります。
てきたのでテーブル中に取り込んだりしてたんですけど、うわ、うわ、ハイボール倒れちゃった。うわ最悪だ。うわ携帯近くにある。うわ手袋ハイボールまみれになっちゃったんだけど。うわくさ。うわごめんハイボール。だってわちゃわちゃしてたところが余計ムキムキしてた。翌朝はもっとひどいことしてしまいます。雨降る予定なかったのに。ヘドロみたいなんて。ぐっちゃぐちゃのヘドロポテトですが、食べれば食べるほど薄味に慣れてきました。雨降ってますが、タイをひっくり返さねばなりません。煙が煙たすぎます。どこ行っても煙来るんだけど。美味しそう。梅干しみたいな顔でひっくり返したので、一旦置きます。雨なので、煙さがマシマシです。キリシュ、とっても変わった持ち方です。キャップは外さなきゃいけないし。できた。足濡れてる。タイはできましたが、日本酒の準備のため焚き火の体勢整えます。食べたい時に食べたいもの食べれるってほんと幸せです。熱燗の準備整いました。雨が降ってるので手で雨よけ。ご飯食べるときはいつもご機嫌です。水滴ってその場に張り付いてけなげな感じで可愛いです。ちょっと寒くなってきたのでニット帽をかぶります。パタゴニアセットじゃん。お魚の一部が入っている食べ物と飲み物の組み合わせが最高です。うわ、あったかい。
タイ丸々一匹は骨が多い。サバの骨ほど長くないので良いです。骨をヒレ酒で流します。どん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 気温下がっていきます。残り半分になっちゃいました。お魚の煮付けも食べ終わったので日本酒だけぐぐっと飲んでいきます。ほっぺたが赤くなってる。日本酒飲むと香り出るみたいです。私のサイトはキャンプ場でも端っこの方で、街灯とかないので水芝場に行くのでちょっと怖かったです。食器と顔洗いに来ました。コップがないのけど、少し待ったらお湯が出ました。この日はこの後すぐ眠りまして、朝を迎えました。寒すぎて防寒としてフードかぶってます。マスクもいい、保温材、テントも結露でびしょびしょ。油注入されてない自転車ぐらい動かないので、とりあえず体温めます。それしかできることがない。体がガッチゴチになるぐらい寒くて、この時マイナス3度ぐらいでした。少しずつ後片付けを始めます。この後やらかしてたことに気づきます。垂れこぼれてたんだけど、持ってきたの。来ない。もうめんつゆ臭いよ。この中これしか残ってないよ。石もめんつゆ味に。またもやこぼしてしまいました。めんつゆ漬けのペグケースを洗ってきました。早速温まりたくてガスつけますが全然つきません。温めるしかない。 OD 缶だけはついてほしい。少しでも火に当たりたい朝です。雲がちょっと芸術的な空です。ドロドロしてんだけど。大さじ1ぐらいのめんつゆを入れて、ドロドロしてるそばをもっとドロドロさせます。素手だとネギが開けられないので、手袋をはめてネギを開けます。いただきます。寒いのでそばと白湯を交互に飲みます。体がジンジンしてきました。ちゃんとサイトごとで区画されてる。
チンチ広げるタイプの人。鳥たちは頭が良いのか、私がいるサイトにはご飯を奪いに来ません。前日食べ残した炊き込みご飯 0.5 合を食べてます。温かさ大満足ですが、味が足りないので醤油を追加します。やっと体が温まってきたのでハイボールを飲みます。突然後ろが気になりました。私が来た時は隣にデイキャンプの方いらっしゃったんですけど、2組とも帰ったので夜はちょっと怖かったです。ご飯完食しました。美味しく食べた。牛乳プリン残ってました。たまに食べたくなります。エネルギー溜まったのでどんどん片付けしていきます。ランタンハンガーは収納袋が特に入ってなかったので、ついてきた袋に戻します。8倍速でテント片付けます。こちらにしろベランダに干すので適当に畳みました。クーラーボックスがいつも食料品5キロぐらいあるんですけど、それがない分帰りは楽です。定期的にコメントでカメラ置いて歩いてるけどどうしてるのっていうのをいただきますが、こんな感じでとぼとぼ歩いて撮りに来てます。ここの階段急で一段一段が結構きつかったです。越えたら辛いところは終わりです。少し疲れたのでジュースというご褒美をあげます。ギザ臭が追い出されました。1回入れたら入ったので無事リアルゴールドを買うことができました。バスの時間と自分が歩く時間を確認しながらジュース飲んでます。最後の方になると腰が悪くなりそうな飲み方をしなければいけません。橋を渡って横断歩道も渡ります。その後左の方向に進めばバス停です。景色が綺麗だったので家族に送る用の動画を撮ってます。
バスで手袋と GoPro 握りながら爆睡してしまったら、気づいたら手袋なくなってました。どこに行ったか分かりません。来週の動画はいつもとちょっと違う動画になってます。最後までご視聴ありがとうございました。またね。